市新しく始まった大陸対抗の団体戦チームチャレンジカップチームアジア日本の宇野昌磨です。昨日世界初の4回転フリップ成功、悔し涙を流した世界選手権から最終盤、再びアメリカの地に立った宇野昌磨は未来への扉を開きました。今日のフリーでもその4回転フリップを成功させることはできるんでしょうか。演技冒頭に持ってきます。
昌磨、チームアジア日本の宇野昌磨、会場スタンディングオベーション。そしてアジアだけではありません、チームボックス、ヨーロッパ、ノースアメリカ、3チームがスタンディングオベーションを送っています。日本、この18歳の宇野昌磨、荒川静香キャプテンの大きな拍手を送っています。会場全体がこの宇野昌磨を称賛しています。本田さん、はい、冒頭のこの4回転フリップ、ショートプログラムの時よりも綺麗でしたね、流れちょっとこらえたんですけれども、ジャンプ自体は、はい、回転もしっかり回ってたと思います。2日続けて成功させてくるというその難しさ。そうですね、そしてプログラムをですね、大幅に変えて、はい、後半最後の方にですね、4回転トーループを2回入れてきてますので、非常に難しいプログラム。そして最後のジャンプがトリプルアクセル、シングルループ、トリプルフリップ、はい、これもほとんどの選手がやらない3連続ですので、非常に難しいジャンプになってますね。プログラム最後の3つのジャンプが基礎点10点以上のジャンプになっているという、はい、体力的にも難しいところで難しいジャンプをやるプログラムになってましたね。宇野昌磨のフリーの得点、非常に楽しみです。菅井さん、はい、会場はもう揺れるかのような大きな大きな声援と、そして拍手に包まれました。さあ、この宇野昌磨の自己ベストは 190.32 です。さあ、宇野昌磨の得点を待ちます。その得点は192.92、 自己ベストを更新しました。そしてトータルでも自己ベストを更新しました、この宇野昌磨です。昨日もショートプログラム自己ベスト更新、そしてフリーでも自己ベスト更新、シーズン最後にとてつもない力を見せつけました日本の宇野昌磨です。いやー、本田さん、ここまで得点をシーズン最後に伸ばしてきました。そうですね、やはり難しいプログラムでしたね、はい、後半の最後の3つがトリプルアクセルと4回転というプログラムでした、はい、さあ、歴史を塗り替える勢いが止まりません、宇野昌磨選手です。まず今のお気持ち、一言でどうぞ。本当に滑りながらでもこの曲がこれで最後なんだっていう思いながら滑れましたし、最後のジャンプ挑戦しないかと思ったんですけど、やっぱ最後だしやりたいなっていうことで、強引なところから飛んでみた結果、なぜか自分が表情に立ってるっていう驚きでしたけど、でも本当に最後すごいいい演技だったかなと思いました。まさに今シーズン守らず攻め続ける、それを体現しましたね。そうですね、最後の試合でまた攻めるということが復活できましたし、まだこんなにすがすがしく締めくくれるとは思わなかったので、本当に嬉しく思います。自己ベスト全て更新です、どうですか。いや、もう本当に失敗したジャンプ、そして取りこぼしたジャンプたくさんあったんですけど、あのような点をいただいて、自分でもまだまだ伸びる点数も伸びると思いましたし、もっともっと上があるってことも実感できましたし、また世界選手権のまま終わらず、このような演技で終われたことにすごい嬉しく思います。来シーズンも期待しています、宇野選手でした。
しく始まった大陸対抗の団体戦チームチャレンジカップ、チームアジア、日本の宇野昌磨です。昨日世界初の4回転フリップ成功、悔し涙を流した世界選手権から3週間、再びアメリカの地に立った宇野昌磨は未来への扉を開きました。今日のフリーでもその4回転フリップを成功させることはできるんでしょうか。演技冒頭に持ってきます。
らしく始まった大陸対抗の団体戦チームチャレンジカップ、チームアジア、日本の宇野昌磨です。昨日世界初の4回転フリップ成功、悔し涙を流した世界選手権から3週間、再びアメリカの地に立った宇野昌磨は未来への扉を開きました。今日のフリーでもその4回転フリップを成功させることはできるんでしょうか。演技冒頭に持ってきます。